ばんは。誕生日ギフト出てくる気がね、私ももうそろそろ終わると思ってたね。もう1週間だよね、今日で。もう明日、今日で最後かな。そう、コメントとかでさ、お誕生日おめでとうみたいなコメントをさ、もうでも今日は来てないか。そう、ちょこちょこ来るんだよな。まあいいことなんですけどね、いつまでもお祝いしてもらって。いいことだけど。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。明日もおめでとう。明日、そう、明日は幕張メッセです。2日間楽しみ、楽しみです。こんばんは。あ、10月終わるまで、あ、じゃあ10月1ヶ月はお誕生日デイってこと。いいんですか、そんな長々と誕生日祝ってもらっちゃって。私結構序盤だけど。11日だけど、まだお祝いムードでいいの。こんばんは。あ、そう、よく寝ました。今日は久しぶりの徹夜だったんですけど、昨日もうめちゃ寝ちゃった。今日は行きたいとこあったんですけど、まあ今日じゃなくてもいいかと思って行くのやめて寝ちゃった。それくらい眠かったです、今日は。寝ました。なので、こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。でもお風呂に入って、明日の荷造りをこれ終わったらするっていう日です。素敵な一日。素敵な一日。こんばんは。まだしてない。なんか DMM 見てたらもう10時だった。からこれ終わったらやります。めんどくさいんだよな、荷造り。大嫌い、やりたくない。こんばんは。ありがとう、ギフトありがとうございます。何時ぐらい寝るさ、でも早めに寝たいし、明日朝早いからな。何時に起きるかによるけど、とりあえず早めに終わらせる、これが目標です。あとちょっと部屋を片付けないと、服が置き去りにされてるので。そう、服が置き去りにされてる。ちょっと山積み、お山ができてるので、服のお山ができてるので、二山ぐらいできちゃってるから、ちょっとそれを片付けて寝ようかなと思います。あと今日までのプリンを食べなきゃいけないから、それも食べよう。忙しいでしょ。プリンも食べなきゃいけないし、やることいっぱいだよ。そう、やることいっぱいなの。プリンも食べなきゃいけない。
忙しいんだよ私は。そう、こんばんは。今日もかわいい、かわいい？もう何かさ、すっぴんとさ、お風呂上がりのすっぴんってさ違うよね、なんかなんか違うよね。すっぴんって嫌だけど、お風呂上がりのすっぴんってもっと嫌な気がする。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。うん、そうです、嫌です。私なんか久しぶりに筋肉痛って感じがする。なんか周年コンサートの時そんな感じなかったんだけど、鉄なからの今日結構やばい。背中がやばい。背中、上半身。ありがとう、ギフトありがとうございます。どれぐらいで終わるかな、荷造り。毎回ね、時間がね、かかるんだよね。そう、毎回時間かかって持っていくか悩むものとかある。あるかな、悩むものか。難しい。持ってったことないけど、ドライヤーとか持ってこうかなって思ったこと本気でありますけど、絶対重いなと思ってやめた。持ってくものか。でもなんか靴とか変えちゃう時あるかも。どうしても合わない時とかはめちゃめんどいけど、靴もう一足持ってったりとかする。あとはね、何持っていくかな。持っていくものか。でも結構なんか荷物は少なくしたいので、そんな持っていかないです。全部スーツケースに入れたいから、メイクポーチとか、そういうのは全部あの手持ちで持ちたくないので、キャリーケースに全部ぶち込むスタイルだから。あとちっちゃいカバンを手持ちのやつ持ってるだけで、あとはもうキャリーケースにぶち込みスタイルでいきます、いつも。シャンプーは持っていくけど、あれです、薬局とかに売ってるこういうちっちゃい一回きりのタイプのやつを買います、いつも。そう、それを持っていくか。まあ買い忘れちゃったら向こうのコンビニとかで売ってるから、コンビニで買ったりとかするけど、でもあんまシャンプーはあのホテルのじゃなけりゃこだわりなしって感じなので。こんばんは。それくらいかな、持っていくもの。あとは普通です、もう服とアイロンとか、ヘアアイロンとかを持っていく。
化粧水とかスキンケアセットも最近コンビニで売ってるね。売ってるよね最近。だから本当に何にも持っていかなくてもいいんじゃないって思っちゃう時ある。コンビニで買えるから、もし忘れちゃってもね、いけるやんって思っちゃいます。こんばんは。でもスキンケア系とかを今入れちゃうと明日の朝使えなくなっちゃうから、スキンケア系はギリギリまで朝使ったらスーツケース入れるって感じで。そう、ちょっとめんどくさいけど朝使い終わったら入れるって感じ。こんばんは。あと充電器だな。充電器忘れないようにするっていうのが大事ですね、私の中でそう、充電器結構大事なので、充電器持っていくと、違う、持っていくの忘れるとあーってなりますそう、あーってなっちゃいますね。イヤホンとか結構忘れがち。うん、イヤホンなんかと、なんか新幹線乗ってまで行くときに忘れることとかないんだけど、全然お仕事行くときにイヤホン忘れるとなえる。シンプルになえます。嫌だなってなる。イヤホンないと無理。寝るにもなんか音楽聴いて寝たいからさ、なんかそのまんまで寝れなくて、そう、寝る時もね音楽聴いて寝る。イヤホンないともう自分で立っちゃう新幹線で大声で歌ってみようかな。やばいって、どうしたどうしたって思われちゃう。歌っちゃう系ね。私もじゃあいつかやってみようかな。今日イヤホン忘れたから歌ってんだよねって言ってこんばんはやばいよ、イヤホン忘れたから。恥ずいやつですね。いっぱい寝たのに眠たい。劇場で財布落とした時焦った。うわー、財布やばいな。なんか日本だからまだねいいけどって思っちゃうけどな、もし忘れ落としても。そう、日本を信じてるから私は結構そう、たとえ落としちゃってもまあきっと誰か拾ってくれてるでしょうみたいな、そうっていう気持ちの持ちようでいるので、いつも。わあ、でも財布はちょっとな、怖いな。
ワンちゃんだって中身とかさ取られちゃってたらさ、ねえ、おいってなるもんね。ちょっと寄せますね。私一回さ、そう、AirPods ケースを落としたんですよ。あの中身をこう耳につけてて、ケースだけポッケに入れてたんだけど、そのままたポロって滑ってポケットからね、そのまま多分置いてきたんだけど、帰ってきたもん。まあでもそれをさ拾って使おうとはならないか。ちゃんと届けてくれるね、優しいね。なんか AirPods ケースはなんか誰が拾ったとか知らなかった、分からなかったんだけど、一回なんか定期券と家の鍵を落としちゃったことがあって、その時はあれでした、ちゃんと名前が書かれた紙がそう渡されて、そうなんか電話しました、その方に。ちゃんと売れてたらね。でもなんか本人さんがこう不在で、そのなんか旦那さんが出てくれたんですけど、そう、わざわざありがとうございますって、なんかいい方だったの覚えてる。そう電話した。急に電話かかってきてポさんだったら焦る。まずわかる？私からかかってきた電話って、わかります？誰、本当にめちゃめちゃ誰かに、なんか私に似てる誰かかもしれないじゃん、わかる？私にそっくりな妹かもしんないよ。それでもわかります？私って、妹ならそれはそれでありな。ちょっとちょっと、なんか覚えてる人いるかな、なんか昔さ AKB さんかなんかのさイベントかな、なんかファンの人に電話かけたことあるんだよね。何だったんだろうあれ、めっちゃ覚えてるんだけどさ、何の何だったんだろう、マジで覚えてないけど、なんか電話かけた記憶あるんだよな、なんかの企画かなって思い出した今。 ありましたよね。なんかね、握手会の会場でかけたことあるんですよ、ファンの人に電話。あれは何ですか？あれは何ですかね。ありましたよね、マジで思い出せない。でも一人しかかけてないんだけど、そうあったんだよねそういうの。でも何の何だったのか覚えてない。センター試験、あーそれかな、なんかそれっぽい、全然わかんないけど。センター試験懐かしい。そう、なんかね、あったんですよ、そういうの。懐かしい。楽しそうだよね、今やったらやったで。生電話。生電話かい。ああ、ラジオね。ラジオの企画でありがちなやつ。あ、ラジオ聞いてないんだった、自分の聞こうと思ってたのに忘れてました、今思い出した、聞こう、パッキングでもしながらラジオ聞こうかな。
なるしゃべ楽しそうだった。楽しかったもん、めっちゃ過去一笑ったからね、なるしゃべ聞かなきゃ、今日聞きます。目の前で喋れんかもだけど、電話ならちゃんと喋れそう。逆じゃない？電話って緊張しません？私電話苦手なんだけどさ、電話ってどのタイミングで喋ろうってならない？なんかめっちゃ電話できる人間が限られすぎてる、私の中で。緊張するよね電話って。え、いつ切ろうとかさ、でも切っていいかなとか思っちゃうんだけど、勝手に勝手に切っちゃおうかなみたいな。そう、もうめっちゃ緊張しちゃう電話、切ることしか考えてない。え、そうだからなんか要件がある電話とかなら分かるんだけど、まあしたことないけど暇電とかさ、暇電とはみたいな。そう、あんまりなんか用もないのに電話かけるのがよく分かんない。こんばんは。勝手にタイマーで消えてほしくなるめっちゃ分かる。なんかどっちかが喋んなくなったらもうプチって切れてほしいそう、プチって切れてほしい。寝落ち電話やばい。え、寝る時ぐらい一人でいさせてやってなっちゃうんだけど、そのなんか寝れなそうじゃない、そんなずっとつないで。もったいないやん、充電とか携帯の充電とかもったいないじゃん。寝落ち電話やばいな。寝落ち電話って何のためにするん？そんなに隣にいるわけじゃないのに。今日セブンでグッズ受け取りました。グッズ、何のグッズだろう。あれですか、シングルのグッズ、シングルのグッズですか。ありがとう、ギフトありがとう。そのリップ何？これです。もうパッケージが、パッケージじゃないんだけど、マックのリップオイルですって。告白心拍数だよ。ああ、シングルのやつですね。ありがとうございます。あさって会いに行くよ。わあ、ありがとう。明日とあさっては幕張メッセですね。もう、もしかしたら。年内で最後かもしれない。もうきっと最後かな、関東に行くのは。もしかしたら良いお年をかもしれない。聞くかな、この2日間で良いお年を。今年最後ってすごいね、本当にそう。
年最後やばいよね。まだ全然あるのに。全然ではないか、まだ何ヶ月かあるのに、ね、こんばんは。シャッフル公演とかもあるのに。ねえ、シャッフル公演もあるよね。楽しみ。シャッフル公演楽しみですね。ありがとう、ギフト。フォトメ行きます。待ってます。今日も暑い気がするんだけど、気のせいか。昨日はなんか暑くてクーラーつけて寝た。時間がないは興味ある。時間がないの衣装似合う自信がありすぎるんですけど似合う自信がありすぎちゃうんですけど、特に最初の衣装とか可愛いよね。あの黒のやつ。絶対似合う顔してる。中盤のユニット明けとかちょっと怪しいけど、最初は結構マッチする気がする気がする。ちょっとアンコールはちょっと分かんないけど、おさんの似合わない衣装教えてほしい。似合わない衣装か、なんだろう、なんか絶妙な丈の衣装とかかな。なんか長ズボンじゃない、半ズボンでもない、なんか膝丈みたいな、あれ似合わなそうそれぐらいのなんか丈のズボンとかさ、なんか絶妙で似合わなそうじゃない。そもそもそんな衣装あるって感じだ。鉄のチェックの微妙って言ってたけど、最初のやつ、なんか鉄の、中盤か。中盤のやつはスカートが2パターンあるんですけど、なんか2段になってるやつと 1個みたいな。私1個の方が好きなのに、なんか2段のやつちょっと似合わないかも。鉄菜のアンコールとか似合っちゃうのでそう似合っちゃうので、鉄菜の衣装結構時代感じるの。いや、ほんと時代を表しすぎ。特に最初のさ、頭3、4曲目とかさ、もう鉄菜でしか見たことない色合いじゃない、オレンジと緑って。いかにも平成すぎる。それがでもまた似合っちゃうのがいいよねそれはまだ着れる状態なのがすごいですよね。衣装がちゃんと。ありがとう、ギフト、ありがとうございます。石尾さん本当にすごいとしか言えない。ねえ、本当にそう。衣装部屋とか見るとさ、もう本当なんか数えきれないぐらいのなんかもう衣装が置いてあったりするんですけど、すごいよね本当に。
すごすぎる。私なんてアイロンかけぐらいもまんまもうできないぐらいなのに、そんな人が衣装の一つや二つを保管できると思えません。え、アイロンかけできますか皆さん。できるか私アイロンもちょっとかけれない。AKB さんみたいに衣装店やったし、わかる。衣装店行きたかった。今回の行きたかった。普通にアクキー欲しい。アクキー、アクキーが欲しかった。あのアクキー、あれあれがいい。キャンディー、キャンディーのアクキーと、あれだな、パーティーじゃなくて、あ、パーティーが始まるよも可愛かったけど、スカヒラ、あれが可愛かった。青がとか最高でした。あ、そっか、今日、え、今チーム K とかですよね。チーム B とかチーム K とかの衣装だっけ。最高やないか。うわー、行きたい。ますます。明日終わったら間に合わないかなと思ったけど、絶対に無理。悔しい、悔しいな。キャンディー好きすぎる。キャンディーやったことないけど大好き。めっちゃ可愛くない？スタンドマイクもさ、めっちゃ可愛いじゃないですか。めっちゃもう可愛いでしかないよね、あの曲のすべてが。絶対やってくれやってくれ。私が、私史上一番可愛いユニット多分ね、逆転王子様だと思いますね。逆転王子様が一番可愛かった気がする、私がやったユニット曲の中で。逆転王子様も可愛くない？でも一応やったことあるんですけどね、逆転王子様もう一回やりたい。いやでもキャンディーも可愛いよな。動物園も展示されてる。えー、かわいい。そっか、めっちゃかわいいじゃん。いいね、かわいすぎ。わあ、ますます行きたいやん。いいなあ、衣装店うらやましいすぎる。行きたい、絶対かわいいじゃんね。だってな、SK もね、やればいいのにって言ったら、まあそんな簡単にできないかもしれないけど、やってほしいよね。ぜひとも一宮津の衣装とか飾っていただきたいんですけど、あの可愛い衣装を広めたい。八木の衣装も、八木の衣装のアクキーとか出たらもうさ、買いまくっちゃうから買いまくっちゃうんだから。たまに会場とか衣装の展示とか見るとテンション上がる。いや、いいよね、なんかほっせーってなるよね、なんか飾ってあるの見るとほっせーってなるよね。こんなん着てんのってなるよね。わっ、 20% だって充電が。あー、充電器遠いな。いっか、 20% ならあと14分配信してもいけるか。みんなは何の衣装が好き？なんかメンバーが思う可愛いなって思う衣装とさ、ファンの方が思う可愛い衣装って
違いそうだよね、いい意味で。客観的に見た衣装とさ、自分が着てるからこそ可愛いって思う衣装とかさ、ちょっと違う感じがするじゃん。強がり時計、強がり時計の衣装は黒のやつかな、黒のやつ、黒のなんかやつだよね、黒しか思い浮かばん黒色のやつだよね。稲妻のスカートボーダーのやつ好き、スカートボーダーのやつ。え、上オレンジ？上オレンジのやつ。意外にマンゴー。うーん、意外にマンゴーはマジで可愛いよ。え、マジで可愛いの、意外にマンゴーの衣装って。あれ大優勝だよ、まあ、本当に。研究生の衣装ですらマジで可愛いんですよ。まあ研究生の衣装が可愛くないとかじゃないんだけどさ、研究生の衣装とは思えないぐらい豪華です、あの時の衣装。もう自分のやつ着れないのが悲しいけど、あの頃の私にはもう戻れない戻れないから、もう多分誰のも入んないかも、今の私だと。誰かの着れるかな、意外にマンゴーめっちゃ好きなんだけどね。初めていただいた衣装だからさ、去年の周年の青衣装、去年の周年の青衣装。え、チェックのやつ、チェックのやつ、赤と緑と紫と青のやつかな。え、今回も着てたよね。でも いいよね。去年緑着てた、あ、そう、私オリジナル緑なんですけど、今回はね、なんか多分曲によって違ったから、私ひなのの衣装でした。今回の衣装キツキツだったわよ、はち切れるかと思った、ひなののやつ着て頑張ってきたけど。トヨスタマリン、うん、あれかわいい、いいよね。ひなのマジで細いからね、ひなのの衣装多分めっちゃ着れる人限られてる気がする。マジでキツキツでした。この間でも可愛かったのがさつきちゃんかな、さつきちゃんがなんかサラダばっか食べてて、ケータリングで、なんでサラダばっか食べてんだろうと思ってずっと見てたの。そしたらなんか多分ルーちゃんがそれが気になったのか、今日すごいサラダ食べてるねって聞いたら、なんか熊崎さんの衣装で衣装が入らなくなっちゃうのでみたいな、さつきちゃんですら入らないってどういうことだよって思いましたよね。でも熊崎さんって本当に細いんですよ、これぐらいしかないのウエスト、本当にリアルでこんなんしかなくて、本当私の手でつかめるぐらいしかないと思う。可愛くない、エピソードが。ナイアンの衣装めっちゃ、あ、ナナちゃんもえぐいです。ナナちゃんもおーってなるうん、なんで私かなって思う、うん、私はちょっと嫌かなって思っちゃいますね。うん、ナナちゃんもやばいです。ナナちゃんは全部ガリガリなんで、うん、そう、ガリガリってかな、華奢だからな、そう、えぐい。ちょっと私大体なんか先輩方の衣装は全部結構もうきつい多分ほんとなんか私が加入する前、ずっと前の先輩方ってめっちゃスタイルが良くて、ほんとなんかウエストとかガリガリだし、私なんかウエストに限らずなんだけど、トップスもちっちゃいんですよ、ほんとに。そう、着れないと思ってなんとか頑張ってる。うん、皆さん細いです
ありがとうございます、ニフト、ありがとう。こんばんは。先輩の衣装でわかる、なんか先輩の衣装でわかるっていうか、見るからにちっちゃいんだよね。そう、ちっさと思って、着るともっとちっちゃくなったでしょってぐらい、そう、見た目がまずちっちゃいんだけど、着るとなんかね、あれってなっちゃうんですよ。実際見るとみんな細くて驚く。わかるみんななんか華奢だよね。わかる。ミヤビームがカジケンでユズポのカード引いて喜んでた。かわいい。何それ、何それ、かわいいんだけど。リア帰りにティッシュくれた話してたそんなこともありましたね。懐かしいです。なんかティッシュが欲しそうだったのそう、ティッシュが欲しそうだったんですよ、ミヤビームが。そうで、ティッシュないかなって多分言ってて、私は持ってるのよ、ティッシュをだからあげたの、ティッシュそう、ティッシュが欲しそうだったんです。そう、探してたの、ミヤビームがティッシュを探してたんだけど、バスの中だったの、もう移動してる車の中だったから、そう、誰もなんか真っ暗だったし、そう、帰りだったからね。そう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 したらなんか間にいた奥の国派が、ティッシュ持ってるんだみたいな言ってきましたそう、奥の国派がなんか言ってきた。ビームも普段持ってるって言い訳してましたかわいい、いいね、かわいいね。そう、ちゃんとティッシュ持ってるかユズポとミヤビームのツーショット撮ったし、まだ撮ったことないな、いつか撮らなきゃですね。もうだって1年経ってるもんね。確かに明日いるのか。ギフトありがとうございます、ありがとう。ビームって呼ばれてるのちょっと面白い。でも同期からもミヤビームって呼ばれてて、あ、本当に呼ばれてるんだと思いました。ミヤビちゃんとかじゃなくて、結構みんな12期の子たちはミヤビームのことミヤビームって言ってるんですよね。ちゃんとなんかミヤビちゃんとかじゃなくて、ミヤビームが先に出てくるんだって思った。そう、楽屋でさ、あの木で固まってたんですよ、この間の周年コンサートが。8期の机と隣が12期だったんですけど、そう、みんなミヤビームミヤビームみたいな。そう、びっくり、かわいいなって思って。そう、同期からもね呼ばれてた。配信でもミヤビーム、あ、一人称がミヤビームってこと？かわいいね。なんでミヤビームなんだろう。かわいい。ミヤビームか。気になるな、由来が。練り歩きでミヤビーム近くに来たけど、お人形さん。
さんすぎてビビった。でも子犬みたいに見えてくるのよ、ミヤビーム見てると。そう、もう犬やんって思って見てる。ほんとなんか困ってる犬って感じ。めっちゃ可愛い。こんばんは。最近のこと本当に完成されてる感すごいね。え、わかる、本当にそう。え、13期とかさ、ね、やばそうじゃない。とんでもない可愛い子とか来ちゃいそうで。ワンちゃんでも年上が来るかもしれないっていう、まだ希望が見えてしまいました。25って数字を見て。もうだって最近年下の後輩しかほぼいなかったからさ、そう、ちょっと嬉しくなっちゃった。ビームがいっぱいでゲシュタルト崩壊が来ちゃった。ビームばっかでね。ね、私の配信でビームだなんてそんな滅多にないですから。25歳だと誰と同じ、泉ちゃんとかちかさんとかですかね。それでも25歳の方が入ってきたとしても4つしか変わらないからって考えると、自分がちょっと大人になりすぎてるよね、年齢的に。はあ、最近の後輩の年、ゆねちゃんぐらい。あ、そう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 、ゆねちゃんかな。そう、10期とかはね、意外と年上の後輩が多いから。そう、だから意外と年齢で見ると私はまだ若い方なんですよね。結構嘆いてるけど、21かって言って。そう、意外とね、そう、年齢は若いんですけどね、私がそれを受け止めきれてないだけで。受け止めきれていないだけで。ゆねちゃんが年上に見えない。本当にゆねちゃん幼い代表じゃない。いつ見てもさ、マジで可愛い。ちっちゃい子がいるって思うと大体ゆねちゃんなんだよ、本当に。なんか全部がちっちゃすぎて、顔とかマジで私の手で掴めそう。そう、私の手で掴めそうなぐらいちっちゃい。そう、ちっちゃい子。あ、もう50分か。そろそろ終わろうかな。ありがとうございます、今日も。すごい前髪がスカスカだな。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。また明日。明日からは幕張メッセでトーク会で告白心拍数初日です。よろしくお願いします。明日は生誕ティー来てます。またね、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。